はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。温泉娘湯の花コレクション。こちらですね、10連ガチャを試してみたいと思います。そろそろ SSR が出てもいい頃なんだけどな。で、あとチケットを順々に貯めていってます。このチケットを、貯めることで、こちらでも10連ガチャができるという目算をしておりますが、果たしてアイドルグランプリナンバーワン後編ガチャか。すごいなあ。でも水着じゃないものもあるんだ。まあいいでしょう。この水着の10連ガチャをやってみましょう。どうだろう。お、新しい温泉娘ですね。でもなかなか金が現れない。お、見た。おっと、色が変わってきてるぞ。なんだろうこいつは。SR か。確かでも長原鏡って引いてるから、本当ですね。おっと、レインボー来るか。おーっと、箱根さやゲートやりました。 SSR です。これで3枚目、3娘目のSSR ですね。さあ、これも SR 来るぞ。おっと、白浜穂波か。水着版白浜穂波。おっと、これも SR だ。SR。おっと。やった、白浜も。特技が解放された。これを見るとですね、箱根をの SSR ゲット。さらに、誰だったっけ？これをポチッと押せることで、ステータスが見えばいいんだけどな。それからですね、白浜もの SR。SSR 持ってるんですが、SR 版白浜も特技解放が10です。レベル10です。やっぱり、SR 以上で、特技が、レベルが高い。まあ、最低10持っとく。と、非常に引きやすいんじゃないかなと思いました。というわけで、ユニット編成を改めましょうというか、まずは、得意強化ですね。これですね、長々かがり。これが、10になったので、これを強化します。さらに、結構特技が重要になってきますね。同じ能力値でも勝ちやすくなりますからね。そして、一応箱根は3つ特技持ってんのか、すごいな。あ、これお金が足りない。ただこれに関してはレベル上げた方がいいな。組み込みたいからね。おっと、これはすごいな。おっと、お金がない。やばいな。あ、とぼた、これ、銀座小雪って R じゃん。そしてさらに、特です。もっとニューってなってる。このニューってなんだろう。あ、なるほど。あれ？あ、レッスンしないといけないのか。あ、いや、したよな、レッスン。あ、あったあった。特訓します。さあ、話があります。さあ、これでさらに特訓できますね。行けるとこまで行きましょう。どこの筋肉？これはレベル上げられないですね。クールな浴衣を手に入れる必要があるようです。この子ですね。この子をさらに上限を上げましょう。いいですね。パワーアップさらに強化できます。いいですね。長良川赤がいい。長良川といえばうかい。あ、さらにパワーアップできるぞ。これで上限ですね。お、膝を。力をつけましたね。さあ、これで、レッスンを行いましょう。しかし、あんまりパワーアップできない。お金を稼がないといけないですね。そこで巡業です。3人が、終了してますね。今、宮崎県にいます。箱根さや。これは、SR の箱根さやなんですよね。さあ、今、長崎県にいます。島原半島をたどっている途中ですね。そして、草津も、今、宮崎県の東部かな?いや、西部か。西部をたどっている最中です。今、コイン欲しいですね、お金が。そして、レッスンで箱根をパワーアップしましょう。これも39までしか上がらない。まあ、もっとも、かなりパワーアップできたんで、これで、ユニット編成を改めてみましょう。歌合戦ですか。これが草津になった。っていうか、センターを箱根に変えましょう。白浜の代わりにさっきのパワーアップさせた長良川を起用です。そして合戦、2番目に白浜がいるんですが、これはまあこのままでいいや。これもこのままでいいや。ここに熱海が起用されますね。伊東も変わるんじゃないかな。変わりましたね。これで、SR はみんな32以上。となりました。歌合戦が楽しみですね。サポートは変えません。箱根さえなくということで、表紙を変えたいと思います。推し娘にさっきの、違った。箱根を投入ですよね。水着じゃないのか。さっきの水着、そうだったな。っかり忘れてた。水着。この子も忘れてました。この子をパワーアップさせないといけないですね。本当ですね。寝る。これ、白浜の、和歌山県白浜の温泉娘なんで、白浜といえばアドベンチャーワールドパンダですからね。なんで、パンダのビーチボールを持っております。なかなかいけます。さ、とか言って気がつくうちに、風花が、順号完了ですね。さてと、ここでですね、順教に行かせ、いいけど、伊藤落とそう。編成してない中から、草津はあれですね。編成しない理由はあるんですよね。よし。箱根を起用です。お知らせ来ましたね。おっと ?SR ゲロをゲット。なんでだろう。あ、そうなんです。実はですね、この巡業イベント、あれは行かせないといけないね。今熊本なんで、ここか。この目指せ夏をアイドルグランプリナンバー1ということで、さっきのガチャもそれにちなんだイベント。9月6日からスタートですね。本日今11日なんですが、交換もできるんですよね。ただし、結構いいホラ貝を集めないと交換ができない。ということです。これなんだろう、虹色巾着って。確か、そうか、進化するアイテムだったと思います。できれば、この上のも欲しいですよね。おっと、ストーリーもあります。さあ、水着で楽しんでる温泉娘たち。ファン投票ですね。癒しですね。ゲロミツキがかなりフューチャーされてんのかな。ビーチバレーの水着って言ったら、ハドからレシーブですね。ビーチバレーのアニメですね。パンダグッズ。謎のこけし。銀座小雪の。この3人で行動してるってことですよね。まあ、なんでやるかって言ったら、この、アイドルグランプリね、なんかすごい、やばいですね、ゲロの。もう、地女っていう感じがします。なるほど。これがきっかけ、なぜこうなったのかっていうことですよね。早すぎる行動が。まあ見た限り、水着界はさっき見たのが初めてあったみたいで。はい。というわけで SSR を増やすことができたんで、戦力を強化につながりました。まあ、この後も SSR 勢を順次増やせていけたらいいなと思います。はい。温泉娘、湯の花コレクションを、ガチャを、水着ガチャを中心に遊んでみました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。